こんにちは、スイートクライマーです。今日は国の名勝地三段峡の入り口のところに来てます。ここは、正面ではなく水無し口という入り口になってます。今時間が12時15分になってます。涼を求めてこの暑い真夏8月20日という日に来てます。ここ駐車場は人に来るまでに500円払うところがあって、普通車も500円で、お手洗い、水洗のお手洗い、男女別のがあります。で、ここから上がっていきます。はい、では今日も運転手しばちゃんです。はい、では頑張って歩いていきましょう。レッツゴー。秋太田町ホームページなどで通行止め区間などを確認しましょう。お店などがあって賑やかめなのが正面口です。今通行止め解除になっていて、黒淵に行くならこちらからがおすすめ。この日は2段の滝、3段の滝をメインに行くので、スタートは水無し口からです。ここ水無し口を出発したら文京通り過ぎて、サルトビ渡し船を使って2段の滝を目指します。戻ってきたら今度は3段の滝を目指します。元来た水無し口に戻ってゴールです。はい、じゃあ15分も歩かないうちに分岐です。こっち行ったら3段の滝、こっち行ったら2段の滝、ずっと沢のそばを歩いて、涼しいです。気温はちょっと高いかもしれないけど、でも涼しい。帰りはこっち行ったら近道っぽいね。三段の滝って書いてある。あと600です。今20分ぐらい、スタートから20分ぐらい歩いた。全然流れがなんか激しくなってきたね。岩がすごい。10時から3時で、あそこは災害のため通行止めだけど、もうこれに乗っていくしかないんだよね。はい、じゃあこっち行きます。ちょっと危ない、ちょっと滑る。
涼しい。あ、すごい。あ、初めて乗る。すごい。すごい、こんなんですね。いいですね、毎日何回も乗れて。夏はいいですけどね。冬は寒いです、秋はね。あ、真冬はここ入ってこれないです。真冬はもう入れない。真正面がサルトビになります。はい、春でもね、食べるぐらいね、人が狭いですからね、サルトビ行ってまいってます。なんでね、私ね、本当にね、風が落ちたらしいんですけどね、すみません。みんな、絶対動いてます。なるほど。今ね、緩くてなったら、手前ね、気持ちになります。ちょっと丸ですけども。上もすごいんですがね、下もすごいです。約ね、水深9メーターほどあります。もうそんなね。はい、だいぶ深いです。ね、9メーターね、ありますけど、もうかなりね、水きれいなのでね、結構下まで見えます。これ、反射線なんですよね。見えてますね。わ、怖っ。ここだったらね、この時間帯にあの大体日が入ってくるんですよ、はい、この時間帯だけ、そしたらこれにね、日が入ってくることは絶対なくね、今までね、丸見えないまあ、で、右側の方ね、来てもらったら下まで見やすいと思います。右側、あ、おお、あ、ほんとだ、見える見える、そこがうん、わー怖っ。魚も丸見えですね。丸見え。まだ魚丸見え。え、本当に、おる。上の方いますよ。上の方に、はい、あー、本当だ本当だ。イワナ、アマゴ。これは、イワナかな。すごい、スケスケに見える。見えんの。飼ってたと思うんですね。でここまでね、深いんですけどもね、また浅くなってきます、ここから。なるほど。でね、正面ね、奥の方になるんですけどもね、滝があります。ね、ただね、全体も見えますのでね。名前がですね、ミナン滝ってね、言ってますけども、名前だけです。こうやってます。約30年前ですね。大工事がね、あったとおりね、その際にですね、上にあったね、下にね、どういうことですか。なんで今ね、下に行ったんです。元二段の滝。はい、元二段の滝で、自分は、ただの滝に行ってますけどね。結構ね、水道がありますからね、今日はね、はい、結構激しいです。自然の階段がある。向こうになりますけどね、売り場がありますから一回置いてもらってます。売り場に、はい。でこの瓶はですね、今ね、向こうに方をね、連れて帰りますので、皆さんね、すぐ乗れません、はい。次に来る瓶ね、10分後になりますので、その瓶にね、また帰りますのでお願いします。はい、ちょっと使いますね。これバッグで入りますよ。二段目だけ。
ませんありがとうございます。ここに見る方とか以上が、渡し船の様子でした。今から三段の滝に向かいます。じゃあ8分でここの分岐まで戻ってきました。これは、右から、来るときは右から来たけど左に行きます。三段の滝への近道、道はもうずっと遊歩道上になってる、整備されてすごく歩きやすいです。普通の格好して来てる人もたくさんいたね。倒木またがないといけない。うわ気持ち悪い。あ、もう一本道発見。帰りはあっち通って帰ります。もう終わりかけのアジサイ。
ほら、こんなもんなんじゃない？かわいいよ。こんなもんよ。あ、夏エビね。発見。3番の時、楽しみだな。土砂災害があった、うんうん、で通れんところがあったはず。今でも通れんところがある。あと200です。めっちゃぶっ飛ばすより。あれ、もしかして、もしかしてあれ、あ、すごい、おお、すごい、あ、すごい、上に、上にある、ある、へえ、すごい、用事があるので急いで降りまーす。さっきここから降りて三田の滝に向かったんだけど、ね、左から帰ります。こっちが近い。水なし口まで 0.8 です。あと正面の方に行こうと思ったら 5.8 あります。大変。こっちだとあと200。はい、戻ってきました。はい、じゃあ2時20分駐車場のところまで戻ってきました。三段峡日本の有名な景勝地。正面から来る方法もあるんですが、正面からめちゃくちゃ長いです。この水無し口から来ると、最短で、メインの2段の時、今1段になってますが、で、3段の時も見れる、こちらの最短のコースおすすめです。もしよかったら、広島県内の人も県外の人もよかったら、おすすめのシーズンは秋です。よかったら来てみてください。ということでね、今日の山登りじゃないけど、滝巡りは以上となります。またあとここの山でお会いしましょう。スイートクライマーでした。バイバーイ。あ、走った走った。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録お願いします。